もうやっぱりオミクロン株の感染力の強さが一番だと思いますね。これまでまあ皆さん方、県感染症対策協議会の会長を務める吉川医師は、感染急拡大の要因についてオミクロン株の特性を挙げます。喉の奥の方で主に増殖すると、そういうことで飛沫の中にたくさんウイルスが入っているということで、感染しやすいというのが一つあるようですね。で、潜伏期間も短いので、どんどん次の人に感染していくと、そういうことで感染が急拡大しているように思います。重症化率が低いと言われているオミクロン株ですが、軽症の場合はどのような症状が現れるのでしょうか。これはね、もう風邪の症状と全く同じですね。はい、熱が出る人の割合がこれまでよりちょっと高いとか、咳や鼻水が出るとか、上気道で増殖するので、喉が結構痛い人が多くて、食べられない、飲めないという人が出るとかいうことも言われていますけど、風邪でもインフルエンザでもそれぐらいのバリエーションはありますので、もう区別はですね、症状では全くできません。一方で、県内では今年に入って4人が亡くなるなど、油断できない状況が続いています。これまで高知県は死亡率はですね、0.7% ぐらいです。結構低かったんですよ。で、この4人の方が急に亡くなったということですね、死亡率は急に、増えてきてますので、それは楽観視できない。4人、高知県での4人というのは結構な、数なわけです。では、感染力の強いオミクロン株を主流とする第6波のピークについては、ピークになってもその後すぐ下がらないでだらだら続いているところがあるので、2月中にはピークが来てですね、それがどれぐらい続いて下がっていくのかということが問題なんだろう。感染拡大を防ぐために私たちにできることは、ワクチンはですね、打てる人はぜひ打っていただきたいと思います。皆さん方、ファイザーをものすごく気に入っておられますけど、いろんなデータが出てきているのを見ますとですね、ファイザーのワクチンもモデルナのワクチンも副反応は3回目追加接種はあんまり変わらないということ。交差接種をするとですね、ファイザーよりもファイザーモデルナの方が免疫の上がり方が良かったという報告はあります。ファイザーのワクチンもモデルナのワクチンも同じメッセンジャー RNA ワクチンで、ワクチンの作り方は全く変わりませんので、そういう意味でも安心してどちらかのワクチンをできるだけ早く受けるというのがいいと思います。